フリーアナウンサー石井亮次46が21日、MC を務める TBS 系ゴゴスマー55スマイル月曜から金曜1:55に生出演し、同番組コメンテーターの河合郁人35が ABCZ を合体すると発表したことについてコメントした。河合はこの日、ジャニーズ事務所の公式サイトで、12月21日をもって脱退を発表した。事務所は退所せず、個人での活動を継続。グループは4人での活動となる。河合はコメントを発表し、僕は40歳までに自分が MC の冠番組を持つこと、MC というポジションを定着させることを目標としています、と、MC になる夢を叶えるための決断であることを告白。自分自身が目標とする MC 像に近づくために様々な現場を経験して、今まで以上に勉強しないといけないと思いました、とも綴った。河合は同番組の金曜レギュラーを務めており、番組でも速報で伝えた。石井は明日出演ですので、本人も考えに考えての結論だと思いますので、明日また生の声を聞きたいと思います、と神妙な面持ちでコメント。明日の生出演で、河合がどんな思いを語るか、注目される。